はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。その前にですね、こちらをご覧いただきたいのですが、僕のチームですね、なんか名前をさっき変えました。っていうのはどうでもいい話で、今までスタミンの選手で S ランクってこの王貞治一塁手だけだったんですよ。こいつはまあ天才覚醒してね、まあまあ運が良かったという感じで、イベントデッキもなんかよくわかんない感じのやつだったんですけれども、はい。1番、3番、5番と、S ランク3人、まあ、昨日ツイッターの方でちょっとつぶやいたんですけれども、なんか、やってたらですね、S ランクが3連続でできちゃいまして、まあ、1人は天才なんですけど、この内川っつうのは。天才じゃない、センス丸なんですけど、こいつらは別に普通、長島と中田は普通です。で、全部ですね、イベントデッキは同じで、こちらなんですね。で、僕はこちらをもう名付けました、名前を。アヘアヘ S ランク作成デッキと。ということでね、今回はね、こちらのね、アヘアヘ S ランク作成デッキでね、外野手の S ランク選手を目指して作りたいと思います。はい、アヘアヘ S ランク選手と言っておりますが、しかし、ね、今回作れるとは言ってないので、その辺はよろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。まあでも一応今んとこ3連続で作ってるんでね。まああとは試合操作の問題。そのどうしてもやっぱりね、サクセス取りながらやると緊張だったりね、ちょっとアプリが重くなったりとかで、どうしてもちょっと S ランク取りにくくなるのでね、試合経験点的な問題で。はい、でですね、フレンドはせっちゃんなんですけど、せっちゃんはね、自己紹介が来るまで練習には現れません。で、方針としてはですね、そうだよね、ちゃんとそういう説明しないとね、方針としては、12月までにちゃんと彼女にします。せっちゃんを。なので、基本せっちゃんを追いかけるんですが、まあ、びっくりがあれば僕はびっくりいきます。毎回100点を取るのじゃなくてね、やっぱり。何回かやったうちで100点が出ればいいっていう僕は考えなので。で、だから、せっちゃんが来ないうちは、こうやって、来てないうちは、ここでせっちゃんが来るので、2回目とかは精神とかでね。しのいで。で、こっからはびっくりせっちゃんの順で。追っていきます。今はびっくりがないので、せっちゃんがいればせっちゃんと練習をすると。はい、これで彼女にして、そしたらね、何がやっぱマネージャーはすごいってね、こうやってやる気が上がるのもすごいし、ラブパワーもすごいんですが、もう体力が減らなくなる。本当に減ってももうデートで回復するから、休むというねコマンドを一切使わなくてよくなるんですね。で、こういういない時は精神と、しかも精神に監督と選手2人いるから 100% 精神だと。とにかくびっくりとせっちゃんとの練習を逃さないようにするのが一番なので、そこを意識してやっていきましょうと。はい、で今回はびっくりがありますね。びっくりをやります。はい、サブはね、ちいちゃん、中之島、うど、滝本、あ、間違えた、こっちじゃなかった、上だったのに。まあ今の選択肢上です。宇戸、滝本、あれとなっているんですが、小田切と。こういう場合はね、休んだ方がいい。はい、みんなね、何がこのデッキね、あ、その説明を一回しておきましょう。なぜこのデッキがいいのか。はい、このデッキですね、外野手にすると保守以外は自分とイベキャラで全部埋まります。てか、どこにしても基本2人以上のその変な選手が出ないっていうのも強いです。で、特能も強い。で、一つだけ注意しておくのが、体当たりはね、先に取っておこうということですね。でもまだ筋力が足りないので、ちょっと待ちますね。で、せっちゃんもいたんですけれども、びっくりを優先と。守備職人は一回来たら、中之島でね、コツが来るんで、もう一回、小田切のびっくりが次来るまでは取っときます。はい、で、せっちゃんがいてほしいな。せっちゃんが精神にいたらもう満点なんだけど、まあまあ。せっちゃんはオレンジにしたら大体告白してきます。で、せっちゃんがね、本当にね、これ上です。せっちゃんが有能なのはね、本当にあれなんですよね。ストレッチを狙ってうどんにしよう。よっしゃ、ナイス、ストレッチマン。宇戸くんはストレッチマンと呼んでやるわ、もう。なんかパワフル高校でやるときは、小田切とストレッチマンを連れてきたら結構ね、得をする。まあ、せっちゃんいるから、せっちゃんと。
あれ、せっちゃんの話だよね。まあ、せっちゃんが有能なのはその体力回復量がね、まあ、またそれはまた違う動画で彼女を究極攻略するっていう動画を出したいと思っていて今、まあ、その動画でお話できたらと思っているんですが、とりあえずこれで、いや現状ね、野手作る時だったらせっちゃん一択です。3人いる中で、3人マネージャーいる中でね。はい、でせっちゃんの評価はですね、上げておいた方がいいです。あのお正月も彼女になってても評価が高くないと一緒にお墓参り行ってくれないんですね。なのでなるべく評価を上げておきましょう。うわ、今日はねちょっとパズドラの方がですね非常に忙しくってですね、こう新しい降臨が来たのでって、パズドラやってない人何も分かんないかもしれないんですけど、新しい降臨が来たのでその動画をねずっと撮ってたらちょっと忙しかった。まあ言うて1時間忙しいだけなんでね、支障はないですが、はい、ということでせっちゃんを追いかけると、今回いい感じですね。これはもう真ん中しか考えられません。いや本当にね、あとね二股をやってみたいっていうのがありますね。休もうかも。彼女を僕はね SR で持ってないので二股が動画撮れないんですけど、まあ R キャラとかでね二股しても仕方ないなっていうイメージがあるので、はいはいはい、ということでねアヘアヘ S ランク作成デッキ、おーいない、監督評価あげるか、やばい、せっちゃん来い、せっちゃんそれはちゃうって。そうそう、であとなんかロードワークに出るみたいなイベントがあって、それが来るとねまたせっちゃんの評価が上がるので来てほしいんですけど、10ぐらい上がるんでね一気に。あれ、せっちゃんと一緒に帰らなかった、おーやばいぞ、間に合わないかもしんない、せっちゃん間に合わない、今まで10回ぐらいやってね間に合わなかったのがね2回、だから8割ぐらいは間に合うんですよねこのやり方でやると。あ、でこれびっくりあるけど、せっちゃんの評価けどオレンジにはなってるからな大丈夫なはずなんだけどな。はい、来ました、はい、オレンジになってるので告白が12月に間に合うと。結構ね僕の中で10月か11月ぐらいに間に合っちゃうイメージがあります。はい、でこの時に体力回復します。これ練習に付き合おう。で、次は、クリスマスでね、一気に体力マックスまで回復するんですけれど、なんで、体力削っておきたいんですけど、こんなにいいイベントが精神にあるので、精神いきます。60ぐらい回復するのかな。そういう彼女を作った時は、その体力ここでこれくらい回復するからとかいうのを考えながらやるのがね、結構、考えながらやって、とにかく休むというコマンドを全く使わないでやるというのが結構一つのポイントになってくるのかなとか思っています。はい、でラブパワー発生中はね体力が減りにくくなって、かつ練習効率も良くなります。経験点が要するにいっぱい手に入るようになるんですね。はい、ここ矢部くんでしたね。ここねせっちゃんの評価がもうちょっと上がっていたらせっちゃんが来て、これ10ポイント10ポイント10ポイントが20ポイント上がったり、大凶引いてもその変な能力を引かなかったりとね余計いいんですけれども、まあまあまあ今回はちょっとびっくりもいっぱい来てたからそんなに全部を欲張ることもできないので仕方ないということにしましょう。はい、ここからはですねやる気が減ってるからせっちゃんかな。せっちゃんはねデートだけでは能力マックスにいかないんですね。なんで能力じゃない評価でも評価マックスにしないと最後のエピローグでくれる経験点が少なくなるので、たまにこうその辺のことも意識しながらせっちゃんと練習しましょう。はい、でこの花オールで
守備職人のコツをもう一回掴んで、これが守備職人マックスになると、はい、で守備職人を取ります。でね、本当にあんまり HP が HP というか体力が減らないんで、ある程度意識しておかないとですね、デートが5回できない時ぐらいがあるぐらい、結構ねあれなんですよね。これどうしようかな、やろ、よし、 OK、 20% 切ってたら僕は結構やります。はい、でデートは必ず体力が60回復するので、これくらいね減った時にデートやるのが一番効率がいいです。使用精神にいないかだけ確認、 OK でデートをしますと。あ、そうだ、パワーヒッター取らないと。いや、デートするとね、だいたいその経験点得て60とか60回復してやる気も上がってとね、割と素晴らしいので、もうほんとそれは S ランク取れるよなっていう、ちょっとあれがうるさいですね、椅子がギーギーになってて、ちょっと移動します、場所を。はい、でとにかくびっくりを逃さないようにしようということでございます。あとは、まあ、初級ね、まあ一応解説しておきますと、5回目のデートで金徳一級入魂、まあ初級の上の金徳か、もう一回初級のコツを教えてくれるって感じなんですけど、さすがに金徳取れなかった場合はスタメンにならないので、もうこの時点で取っておこうと思います。はい、である程度は能力上げといた方がスカウトの評価を上げやすいと。何上げとこうかな、守備上げようかな、まあこんな感じでとりあえず。そう、パワーヒッター 70% オフと 80% オフどっちで取るのがいいんですかって、それは絶対どう考えても 70% オフでしょ、宇戸くんが確定でこれになるのにね。そうで、バレンタインは20、30ぐらい回復するんでね、ここもちゃんと30回復できるように体力を減らしておきましょう。で、そろそろ監督評価がやばいような気がしてきたけど、まあでね、宇戸くんのストレッチとかも意識しつつ、ちょっと彼女連れてくると割とね、練習試合スタメンで出れないことがあるんですけど、まあ打っちゃいいんでね、大丈夫です。はい、もうね、体力は本当に減らなくて、むしろもうデートが誤解できなくてやばいという、このクリスマス前に彼女になっているのにというぐらいなので、あのね、その辺がすごいんだ。とにかく要するに皆さんぜひですね、ツイッターの方をフォローしていただければできるんじゃないかな、わかるんじゃないかなと思います。僕が普段どんな感じの選手を作っているのか。やばい、あんま喋りすぎると打てない。そう、サクセスの動画撮るとね、無言でやるわけにはいかないから、こう喋るからちょっと質が落ちるんだよね、どうしても動画撮った時は。前回上げたね、サクセス動画がね、昨日上げたのが実は1週間とか2週間前に撮った動画でして、これ精神にしようかな、監督もいるし、動画でして、そのせっちゃんをね、初めて2週間前に撮った動画でね、これは練習に付き合おうかな。2週間前に撮った動画で、あれなんですよ、初めて使ったんで、まだね、ちょっと分かってなかったんですよ、正直、せっちゃんのこと。でもね、もう、それからずっとせっちゃんばっかり使っててね、正直。だいぶせっちゃんをね、攻略してきたので、ここいらへんで、一本ね、アヘアヘ S ランク選手を、作成できるデッキを紹介しておこうと思い、動画を撮っている所存でございます。早急の靴、いや、いいね、小田切持ってきたらね、守備職人と早急の靴がほぼ必ず取れるからね、完璧だこれ。あ、やばい、これデート5回しないといけないからな。そうだから、付き合ってからまだ休むというコマンドを1回も使っていません。あのだから12月以降もう1回も休んでいない、すごくない？でも僕だから彼女あんま作ったことはなかったんですよね、今まで。あ、じゃあこれいいことだな、にして体力は削って経験点取りに行ってデートで回復するっていう流れにした。今の一応精神にないか確認する。そう、彼女をね、今までパワープロ人生作ってきてなかったので、彼女ってなんだ、彼女のね有能さを知らなかったんですが、
当にちょっと驚いています。こんなに彼女っていうのはすごいのかと、正直ちょっと驚きが隠せないです。いや、せっちゃんは本当ね、野手作るなら、小筆はね、告白までに2回イベントがあるので、割と間に合わないことが多いんですね、クリスマスに。で、もう一人誰だっけ、ちゆちゃんは野手だと金徳はね、鉄人、怪我しにくさの徳の上、上位徳能なので、全く使えないと。全くってこともないけど、まあ、だったらせっちゃんの方がいいよねっていう感じで。はい。まあ、当初だとね、僕は今はあっちの方がいいかな、ちゆちゃんで、時点でせっちゃん、まあ好みかな。てか僕は PSR レベル40のフレがいるんでね、ちゆちゃんは。あー打っちゃった、どうしてもそっちを使っちゃうんですけど。うわやばいやばい。てか今回金徳別に取りに行ってはいないんだが、ミニとエスの選手が作りたいから、さすがにこの金徳取ったらミート S 取れないからな。まあいいよ。てかこれパワーで打つ人すごいよね。まあけど勝った方が経験点は得られるからな。はい、でさすがにこれ精神はいかなくていいわ。もうデートの回数が間に合わないかもしれないから監督評価も上げに行こう。よし、よし、監督評価も間に合いましたね。はい、これは一層距離を伸ばしてちーちゃんの評価上げるとともに、こう経験値を得に行きましょう。2回目以降もね、基本的にはロードワークに出て便所ポイント20稼いだらいいんじゃないですか。これね、走塁練習をね得意とするキャラがいないんですけど、その辺でね補えることができるので、あれは便所ポイントは。はい、で経験点はねある程度残しつつやらないと、こうコツを取りたいタイミングであれが足らない時があるので。っていうかアベレージヒッターもまだ教えてもらってないし、広角も教えてもらってない。なんだちょっと運悪いな今回。でもこの時点でミート C っていうのはすごいな。はい、この毎回言ってるやつですが、すごくスマホが熱いです。今カイロみたいになっててね、すごいね。どうしてもこうベタつきが出ちゃうんですよね。でちょっと操作しにくくなる。入るかな、入らないかな。余談ではあるんですが、今日青銅高校来るかなと思ってたら来なかったですね。なんかアップデートがあるらしいですね、近々というかこの何時間以内に。でまあ一つあれなのが、まあ、これ撮ってすぐ公開するんで言うんですけど、今日の夜12時から14時間限定で700万ダウンロード記念の特別なガチャイベントがあるらしいです。まあ SR 出現率アップと僕は願っているんですが、それが来たらまた動画撮ります。まあ、夜なんでね、ちょっと音声入れれるかどうか分かんないんですけど、とりあえず弾く動画はどうにかして撮りたいと思います。はい、で精神にいたら一応びっくりけど、はい、でちょっと上げようかな。上げない、うーん、肩上げてもいいな、肩いいまで上げよう。 OK、 広角とアベレージは絶対撮りたいよ。はい、これは必ず兵何を選んでください。これを選ぶとね、エピローグの時に対エースのコツをかなり掴むことができます。おー、なんかあれだな、メンタルにびっくりがいっぱいあるからあんまり体力を消費しないんだ、今回。やばいぞ、デートは間に合わさないといけないからな、さすがに5回。5回やらないと彼女を連れてきた意味がないからな。いや本当にだから休むコマンド1回も使わないでクリアできるかもしれない、彼女がいたら。はい、これ今日はやめておくだと精神が減って体力上がるんですけど、ロードワークに出ても体力減ることはないし、今体力が余っててしゃあないのでね、ロードワークに出よう。まあ時と場合によってはもちろんねあれしてもいいと思いますけれどもね。
休んでも。はい、これでストレッチが来たりするといよいよデートが行けなくなるけど。はい、ロードワークに出る。で、一応精神にいたら、おお、メンタルにいるね、びっくりが。デートが間に合わ、まあ最後ババババってやればいいからいいけどな。うわー、これちょっと一周早かったらチャンスのコツが他のコツだったのに。竹本のショックだ。いや本当にこの、まあ何が彼女はすごいかって何回も言いますけど、その休むコマンドを一切使わないんでね、そこが本当にすごいっすよね。あと2回行けばいいから、まあデート間に合いましたね。今回入れて2回行けばいいのにね。で、これ1本にした方がいいのを選んでください。これだとね、精神ポイントが上がるので。なんか上はね、ときめきが上がるんで、ここでは関係ない。北摂高校では関係あるけど、みたいな感じなんですよね。いや、アベレージと広角教えてくれ。その辺がちょっとだけ渋い。デートも間に合いますね。もうメンタルにいるね、それに。あと、ラブパワーが今回あんま発生してないな。まあ、せっちゃんと練習してないからなんだけど。あ、来た。こうやってせっちゃんと練習したらね、ラブパワーが来て、けど、ラブパワーが来たらね、あ、今ので上げといたらもうちょっと打順が良かったかもしれない。ラブパワー来たらさらに体力減らなくなるんで、いよいよもう、体力がもう、減らない減らない減らない地獄。地獄ではないけど、嬉しいことだけれども。総力は C までは上がんないから、どうしようかな。でも総力上げてもいいけどな。まあまあこんなもんでいいでしょう。ミーと S はいきそうだな。とりあえずアベレージヒッターのコツ1回でいいから教えてくれ。広角も1回ずつでいいから教えてくれ。アベレージなんてだって3人教えてくれる人いるんだから教えてくれよ。それはおっそ、129キロ。ああ、岩志くんね、よく出てくるやつだ。流すぐらいの勢いで。ああ、まだ早い、流すには。おっそ。ちなみにこれ追い込まれるとね、この高校のピッチャーでも変化球使ってくるんで、一応追い込まれる前に打つ方がいいというか、初球まで打っとってるんだから初球に打つのが一番いいんだけれども。てかね、これね、こうスタメンがほら見ていただいたら分かる通り、キャッチャー以外全部あれなんだけど、なんか結構ね打たれるんだよね、スバルの野郎が。普通に甲子園まで行きやすいっていう感覚はあるけど、決勝普通に優勝しやすいっていう印象はあるけど、なんだろうね、滝本がね守備能力がヘボいんだよね。確か捕球が F とかで、でサブポジのサードに回ってるのとか関係あるのかな、わかんないけど。まあ、滝本のところはサイガーが一番いいんですよね、本当は。イベキャラ的にもここサイガーに変えたいんですよね、僕。滝本をサイガーに結構変えたいんですけど、持ってないのでまあ仕方ない。よし、これでせっちゃんの評価がマックスになってると。んで、あ、ちなみにラブパワーが発生してる時にせっちゃんと一緒に練習すると、なんか体力回復イベントが起こるんで結構おすすめなんですけど、今精神にいるので意味ないので、ここ行こうか。で、あと1回はデートしないといけないと。4週にやろうかな、3週にやろうかな。はい、もしかしたら4週目にびっくりがあるかもしれないんで、ここでデートしておきます。体力回復的にはあれですけどね、4週目のびっくりを逃すよりは今回のしょうもない練習をやらない方がいいんじゃないかということで。はい、デート違うよ、今のそういう狙ったわけじゃない。はい、能力を上げておこう。とにかくんーで補給も上げか。とりあえず E まで上げて、あ、ミスター一球入魂取るんだった。あ、しかもかなりコツ掴んでる。なんかあんま見てなかったけど、詳しくコツをかなり掴んでいる。ナイスナイスナイス、いいパターンだ、いいパターンだこれ。
で精神ポイント的にどうしようかな、補給もうちょっと上げてもいいけど、あ、なんか使うやつあったっけ精神ポイントが、あとないね、補給もうちょい上げとこうか。 OK、 これで騎馬との戦いをとりあえずやり過ごす。よし、もうこれは集中、ちょっと喋らなくなるかもしれないんですけど仕方ないです。これは第9投げました。まあヒットしか打てないんだよな結局。おい重量打線打ってくれ頼む、マジで重量打線だお前ら。第9マジで高校野球でこんだけ強い打力あったら反則だよ。くそ、経験点の問題もあるからヒット打ちたいのに、勝つ負けるもそうだけど、騎馬が降りてほしい早く。もうフォークは打たない。よし、打点つけ。よし、あと1本ホームラン打ちたい。うわやばい、回ってこい。うわー回ってこなかった。2打数2安打1打点30ぐらいか経験点。まあ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 いいでしょ。その騎馬がどうしても、おっしゃ、でここでびっくりがあるからさっきの選択肢はすごく合ってた。でまだラブパワーが効いてる、アベレージオッケー来た。そしてまだラブパワーが効いてるから甲子園で3回練習できるパターンだこれは。9-29-37-11、9-29-37-11、こっちの方が得だ。よし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 、よし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 、もう甲子園を優勝するだけだ。優勝して S ランク取りに行くだけだ。お、2番に上がってる。おっしゃ、お、広角打法ついてないのに変なところにホームラン打つね。ここはもうホームラン狙っていこう。よし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 、入れ。よし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 、ちょっとしくったけど今のはな正直。広角打法ついてないけど入っちゃうやつな。広角打法つけたいんだけどな、もう自撮りするかもしれない下手したら。もうだから広角打法つけるという意味では本当に才華が欲しい。ラブパワー切れんな、あー切れちゃった。どうしようかな、あと2回、あ、せっちゃんのとこで練習したらあと2回練習できるわ多分。 OKOK、 クソ、やる気が1減ったのはちょっと辛いけど、まあまあいいでしょう。あー、ミート S いかないな、やばいな。いや行くか、ミート S 行くわ。エピローグとまだスカウト経験点と試合経験点が2つあるから、残ってるからまだ行く行く。あ、やばい、入れ入れ、イエス、やばい、なんでそんな4点も取られんだよスバル。よし、スプリットだけ気をつけよこいつは。あー気をつけようと言った矢先の、もうスプリット分かんないんだよストレートがどっちか。スライダーとかはね球の回転で分かるんだけどな。もうこれは打たない。ど真ん中来たパターンか。
入れ入れ、あ、入らない、くっそー、入らない、続け、後続が続け、3、4が続け、おっしゃ、ナイス。よし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 、やっぱこのチーム強いわ。さあ経験ってマックスいってるかな、これ。よし、マックスいってる、オッケー、よっしゃ、最後のびっくりで、あー、どっちにしよう。中之島は盗塁教えてくる可能性もある。ちーちゃんの方がいいけど、中之島はこっちにいる。もろもろ考えると盗塁はいらんけど、アベレージとか教えてほしい。もろもろ考えてこっちにしよう。盗塁以外でお願いします。流し打ちでもいいけど。あー、一緒に練習しようか。まあ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 、許す許す。アベレージヒッターがほぼ直撮りみたいな感じになっちゃうけど、まあまあまあ、広角も取りたかったけどな。まあとりあえず最後取るかどうかは決めよう。ちょ、とりあえずこれで、Sランクは多分いくと思うんだけど、それ以上のもを求めてるからな、言うて。ホームラン狙うよ。うわ、今の打ったらよかった。入るでしょう。よし、ここも経験点マックス狙いに行くぞ。まあ打ってもよかったけど、あー、これは無理か。くそー、それはフォークだな。これは打てん。うーん、渋いね。よし、うわ、ボール球だった。くっそー、まあ、フォアボールも最初も結構このゲーム一緒だからな。うわー、マジか。マジでやっぱダメだ、変化球やっぱダメだ。打ったら、今回のサクセスで学んだこと、変化球は打ったらダメだやっぱ。まあサクセスはさ、慣れと運だから、今回でまた一つ慣れたよね。うわー、経験点がちょっともったいなかった。全然最後のが全然違うからな。あれ100くれてるって、20さらに優勝でプラスされてたら、はい、エピローグで80くれて、ダイエースのことも掴んで、よし、最後はな、ちょっと辛い部分はあったけど。んで、ミートも S に行かないから、広角取るか。でも広角もな、めちゃめちゃ使うんだよな、110球か。めちゃめちゃは使わなかったな。肩上げてもいいな。あ、微妙に足んないんだ、肩上げちゃうと。技術が微妙に足んないんだ。だったらばもうミートとパワーを上げていった方がいいか。違う違う違う、で、おい、まあこんな感じか。あ、対エース取ってない。ちょっとリセットリセット、対エース取ってから、広角取ってから考えよう。
やっぱなんとなくね、広角打法は取りたいっていう思いが自分の中にありまして、でパワーを下げて、これか。まあだから今回はね、アベレージヒッターを2回コツ教えてもらってないことと、広角打法のコツが来なかったことと、決勝でね経験点が少なかったというこの3点が響いておりますが、これでまあ A ランクは 100% いってるけど、 S ランクはいってないかな。 S ランクいってるかいってないかどうなんだ。こいつよりはいい選手になってるはず。太田大志、あ、S ランクできました。はい、よかった。ヘアヘア S ランク作成デッキでちゃんと S ランクできてた。ちゃんとヘアヘア S ランク作成デッキつっといて S ランクちゃんと作りました。はい、ということでまた S ランク選手が増えたわけですね、僕のデッキに。はい、あのね、元の選手がミート S だったからな、ここミート S に頑張っていきたかったけど、まあまあまあ、その他の能力が全然こっちの方がいいだろうということで、はい、こんな感じでね作成することができます、いや S ランク選手を。ということでね、今回のサクセスはアヘアヘ S ランク作成デッキでございました。皆さんぜひね、作れる方はこのデッキ試してみてはいかがでしょうか。まあね、あの中之島が SR だったら盗塁のコツを2回で 80% までいくこと、そしてちーちゃんが SR だったらアンダー製造機のコツをね教えてくれて、騎馬の戦いにも勝つ勝ってアンダー製造機2回コツ掴んでほぼただみたいな経験点で取れることなどね、あげられるので、SR 持ってる方は余計いいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。概要欄の方にね、過去の再生リストも載せておきますので、そちらからご覧ください。もしよろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。アディオス。